どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、茨城県水戸市にあります、ラーメン屋さん、らんまるさんにやってまいりました。こちらですね、味噌ラーメンが美味しいお店なんですけれども、ここにですね、今回激辛ラーメンがあるということで、今回これをやっていくんですけども、その名がですね、もうその名の通り激辛ラーメンということでね、なんか噂によると水戸市で一番辛いと言われている激辛ラーメンだそうです。はい、噂によるとね。はい、で今回ですね、これなんかもう元々もう辛いんですけれども、なんか常連さんというか一度激辛ラーメンを食べたことある方に関してはね、この辛さ増しができるということで、今回ね特別に、激辛ラーメンの辛さ3倍に挑戦していきたいかなと思います。はい、非常に楽しみです。使っている唐辛子はね、激辛唐辛子として知るあのハバネロ、はい、ハバネロの方を使っているということです。楽しみです。それでは、いつものようにね、行った人の感想を見ていきましょう。マジ、らんまるの激辛ラーメン辛すぎて涙出る、あんなに辛いの初めてだというレビューが上がっていますけども、おいマジかよと、僕はねこんなレビューを見せられて今、縮み上がっておりますけれども、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。来ました。こちらが、激辛ラーメン辛さ3倍。もうちょっと結構想像以上に、汁が真っ赤っかなんで、これ相当な辛さが予測されます。これこれハバネロパウダーと、カプサイシンパウダー、はい、主にこちらの方でこう辛みを出しているところで、野菜もてんこ盛りで美味しそうですけども、行きましょう。いただきます。さあ、激辛ラーメン3杯からお手並み拝見ですよということで、じゃあね、まずスープからいきましょう。いただきます。はい、じゃあちょっとスープいきます。緊張します。スープはね、これ味噌ベース。はい、いただきます。スープああ強烈。これはこのスープを飲んだだけでこの辛さが、やばさがちょっと伝わってきますけど、でもちゃんと美味しいですね。これね、ベースはこの味噌ベースということで、じゃあちょっと麺いきましょう。麺はちょっとこうずっしりと、中太麺ですかね。辛いスープがよく麺に絡みつけます。具材はもやし、ネギに糸唐辛子やらいろんな野菜が入ってますよ。辛い、想像以上に感じてる。これハバネロパウダーとカプサイシンパウダーどれぐらい入れてるんですかね。大さじ何杯。そうですね、ティースプーンこれで2回とか入ってる、どれぐらいカプサイシンも入ってますね。あ、やばい、結構パンチ効いてますね。あ、本当ですか。お強いのがイメージあるって、いやいやいや、だから全然平気なのかと思ったけど僕のこの汗が物語ってますまあでもちゃんと美味しいですね。あ、良かったです。野菜がたっぷり、シャキシャキですね。この辛さなら水戸市地域ナンバーワンの辛さと言っても過言ではない。納得。うん、これスープ結構きつそうだな、これな。口がしびれてきた。
はい、麺と具材食べ終えたんでね、残すところこのスープ、ハバネロとカプサイシンパウダーが溶け込んだこの激辛スープです。もうすでにね、口が悲鳴を上げてます。もう口中を鞭で叩かれるような、ビリビリとしびれてきますけど、このスープ飲んだらやばそうだね。怖いな。はい、行きましょう。よし、スープはこの味噌のコクと旨味が凝縮されてますけど、カレーカレーな、これ、これは死ぬんだ。辛い時に水飲むと余計辛くなるんですけど、分かってても飲みたくなる。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。蘭丸さんの激辛ラーメン3倍から辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル8です。おめでとうございます。はい、8です。いやー、もうね、このハバネロパウダーとこのカプサイシンパウダー、まあ、これを使うとね、やっぱ結構辛みが出ますよねという感じでね、もうハバネロも何回もこういろんなところで食べてきましたけど、やっぱりね、これハバネロが入ると一味違った、辛さがあります。ただね、これ、味噌ベースのスープなんですけども、しっかりこのね、味噌の、コクとね、旨味が、感じれつつ、このね、ハバネロとカプサイシンパウダーの、刺激を感じられる、まあ、旨味と辛味のバランスの取れた、ラーメンかなと思いますけども、これ以上ね、辛くしたらちょっと僕の手には負えない気がするような感じがしますけども、ちょうどいい、うん、ちょうどいい、美味しく食べられるちょうどいい、辛さかなと思いますけど、限界の辛さ、これ以上辛くしたらちょっとお腹とかこうね、痛み出すとか、そんな感じがしますけども、すでにね、ちょっと僕も顔の周りが痛くて、それぐらいちょっと刺激的なメニューです。はい、野菜もね、豊富で、ネギ、もやし、いろんな、野菜がありますけども、シャキシャキ食感で美味しく食べれました。ということで、今回はね、この激辛ラーメン紹介させていただきましたけれども、一番人気はね、このみぞれラーメンということでね、この、赤味噌、白味噌、この2つからこう選べるんでね、ぜひぜひ辛くない、普通のね、このみぞれラーメン、これがね、お店一押しのメニューなんでね、辛いの、苦手な方もぜひ、お越しいただいてみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッターと更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回ですね、今日ね、なんで僕全然これ話変わりますけど、この後ね、大洗のちょっとフェリーに乗って北海道に行きたいと思います。まあ、次の動画から北海道衛星の動画が流れますので、ぜひ楽しみにしてください。またねー。